今日はみんな、ナノミヤとお疲れ様です、宮地です。今日は博多駅筑紫口の夜の街にやってきました。福岡の名物といえばもつ鍋ですよね。そんなもつ鍋のちょっと変わり種、トマトもつ鍋が一人分でも食べられちゃうお店を発見した場合、はい、今日行くお店は元祖トマトラーメン三味さんです。トマトラーメンが人気のお店なんやけど、トマトもつ鍋っていうのも実は隠れた名品で、そしてね、アルコール飲み放題が9時まではなんと1時間500円という破格でやっております。これは嬉しすぎる。早速ウェルカム酒を摂取。ちょっとやりづらそうですね。もう飽きたかな、これ。1杯目はやっぱり生ビールで始めたいと思います。はい、じゃあ今日もみんな一緒に飲んばい。お疲れ様、乾杯。ビールはハートランドで、飲み放題かつハートランドのビールが飲めるってかなりお得すぎん？これだけで元取れた気分だわ。いやー、やっぱ1杯目最高。女性店員さんにおすすめしてもらったチーズ餃子です。思った以上にチーズがかなり乗っとるし、もうこのビジュアル神すぎん？しかも1個がかなり大きいと。これ思った以上にチーズ味がしっかりしとるし、鶏むね肉かな、さっぱりしとって食べやすいってのも嬉しいです。もうこれはいくらでも食べれるなって思うぐらい口当たりも軽かったけん、やっぱりビールもね、比例して進んじゃうよね。餃子の中にレンコンかな、シャキシャキして食感も楽しめたけん、女性が特に好きな餃子のはずです。はい、乾杯、せんの会ってね。ちょっとこの日仕事終わりで普通にお腹空きすぎてたけん、というのと餃子が私の好みの味すぎてちょっとバクバクいっちゃってます。はい、今度こそ2杯目ハイボール乾杯。飲み放題だからね、こう元を取らんといかんけんね、いっぱい飲みたいと思います。本日の2番目の本命、トマトもつ鍋、はい、注文。想像以上のもつ鍋が来ました。はい、こんなに具沢山でいいのってぐらい、かなり具沢山なもつ鍋です。これだけのボリュームで1100円はちょっと驚きすぎて、さすがにフリーズしました。あ、3杯目巨峰サワーだったかな、ちょっと小さめのグラスやけど、乾杯。てかこれはお願いして小さめのグラスにしてもらいました。ちょっとね、まだ飲みたいものがあるじゃん。甘いとね、ついグビグビ飲んじゃうよね。まあ飲み放題だからこれも許されるでしょ。はい、3杯目飲みやり。お次はなんとまさかのチャミスル登場です。これ飲み放題に含まれとるってすごくない？500円でチャミスル飲めるって、もうこれだけで元取れた感半端ないよね。じゃあチャン、乾杯。いやー、チャミスル好きやけん嬉しいな。あー、マスカット甘くて美味しい。もつ鍋もいい感じに仕上がってきたけん、これもどんどん食べていくばい。まずは主役のもつと、そしてキャベツもいただきます。
安いからって侮れないくらいモツがプリプリで、トマトのすっきりした甘さとモツの脂が調和されて、これは最高に美味しかった。それをチャミスルで流すっていう現代的な飲み方やね。なんとサービスでチーズいただきましたが、一旦餃子を食べ尽くしたいと思います。ここからまあまあ酔いが回ってきて、ちょっとチーズこぼしたりね、ちょっと下品なところもあって本当に申し訳ないんですけど、温かい目で見てもらえたら嬉しいです。ではご好意でいただいたチーズをね、せっかくやけんちょっとちょい足しして味変タイムに突入したいと思います。鍋といったら締めやけん、ちょっと残してあとは締め用に取っておきます。この時点で2000円も使っとらんけん、そう考えたら満足度高いよね。ちょっとチャミスルは度数高いけん、ちゃんとお水も飲んでおきます。結構酔ってます。はい、完全に目が酔っ払いの目してますね。あの眠いわけじゃなくて単純に酔った目つきです、これ。あー、チーズいい感じに溶けてきました。それをすくって美味しくいただきたいと思います。いやー、チーズの味変最高だな。やっぱりトマトとチーズは間違いない。もうこれは感想がね、いらないんじゃないかってくらい、やっぱり言うまでもなく美味しいよね。酔っ払い女、ちゃんとチャミスル1本飲み干します。はい、綺麗になくなりました。このお店は店名にもつくだけあって、ラーメンが売りやけん、やっぱ締めやトマトラーメンですよね。はい、締めの麺頼みました。いやー、こんなボリュームあって100円ってかなり安くない？よく社長さんがいらっしゃって、いろいろよくしてもらいました。こうやってねスープも継ぎ足してもらってありがたい。サミさんは展示エリアにもあって、大名店の方24時間営業やったけん、若い頃シメラーでよくお世話になっとったじゃん。あと昔緊急事態宣言中の激辛ラーメンの宅飲み動画で食べたラーメン、あれはサミさんのです。やけん思い出がいっぱいあるお店です。スープ自体も食欲かきたてられるガーリック感が麺とも相性合うし、もつや野菜の旨味が詰まった締め、これは特別感のある美味しさに感じました。優しい社長さん、なんとチャミスルをご馳走してくださって、締めの豆乳リゾットまでご馳走になっちゃいました。酔っ払いすぎて優しい味で美味しかった以上の感想がちょっと言えないので、気になる方は直接店舗行ってください。すいません、酔っ払いました。ご視聴いただきありがとうございました。